茂原市は千葉県の東部に位置する市、都市雇用県における東京都市圏であり、茂原省県を形成する純商業中心都市、地方拠点都市に指定されている。1891年、大滝町において、醤油醸造業者である山崎や大田宇八郎によって、南関東ガス田が発見され、近代産業が発展した。南関東ガス田としての天然ガス。 火災埋蔵量は3685億メートル。千葉県全体としての生産量は、世界全体の約40%を占めており、茂原市の天然ガス埋蔵量は約1000億メートル。これは年間生産量に換算し600年分であり、天然ガス生産量日本一と知られる資源都市である。それに伴い、市内には数多くの関係企業が立地している。 東京駅まで約1時間、県央道で成田空港、羽田空港へも約1時間で着く。古い街道筋にあり、交通、商業の要衝として栄えた。市中心部は外房線、沿線、特に茂原駅周辺に住宅地や商店街が立ち並び、千葉県東部における人口、交通、商業、産業の集積の場となっている。 関東三大七夕祭りの一つ、モバラ七夕祭りは、関東地方の夏祭りとしては有数の規模であり、来場者数は約82万人を記録している。第二次世界大戦中、モバラ海軍飛行場が建設、運用されていて、延滞号も20機ほど建設され、今でも10機が現存している。これは、日本一の保存数である。また、 三井科学茂原工場脇の1000メートル道路は当時の滑走路の名残である。戦前、茂原に国際空港を作る計画があったが戦争とともに中止され代わりに海軍飛行場ができた。戦後、海軍飛行場が自衛隊基地等への転換を恐れ、市が飛行場を破壊した。千葉県東部ほぼ中央に位置し県庁所在地である 千葉市から約2 5キロメートルの距離である。東京都の都心から50の6 0キロメートル圏内である。なお、東京国際空港や神奈川県からは、東京湾、アクアラインもしくは、東京湾フェリーを利用した場合が、移動距離の短縮となる。都市雇用圏における、東京都市圏に含まれ、千葉市への通勤率は12.0%。 面積は100.01平方キロメートルとされていたが、国土地理院が計測の基礎となる地図を電子国土基本図に切り替えたことにより、99.92平方キロメートルに変更された。市の大部分は九十九里平野であり、市西部の山地は暴走丘陵,陵によって形成されている。標高は南東部の低地で、海抜約8メートルから9メートルの高さ、 市街地は11メートル前後であり、西部の大部分が20メートルから100メートルで前後で、最高点117.7メートルである。東市や九十九里沿岸地域では、表層の地下水や天然ガス乾水の組み上げなどの人為的な要因による地盤沈下が問題となっており、最大10センチメートル前後の沈下が見られた。そのため、千葉県では天然ガス採取企業と、 地盤沈下防止協定を締結し、地盤沈下防止対策が取られている。年間平均気温は摂氏15度前後、年間降水量は約1500ミ、mm、リメートル前後。夏場は内陸部を中心に、千葉県内では特に気温が上がり、猛暑日になる日も珍しくない。2013年8月11日には千葉県内で、 歴代2番目の高さとなる摂氏39.9度を観測している。全国でも珍しい八つの自治体と隣接する都市である。茂原の地名は平安時代に藤原黒マロによって開かれた荘園に由来しているとされ、字の通り湿地が多く、茂原が江戸時代に現在の茂原という文字に変わったと言われている。 2000年の国勢調査で9万3779人を記録して以降は減少傾向にある。2021年の人口は約8万6000人。長生軍史広域市町村県組合消防本部、茂原警察署2003年の2004年の合併計画2003年8月20日、茂原市と市宮町、六沢町、長鮮村、白子町、長柄町。 長南町の一市五町一村の調整軍士の広域合併を目指して法定協議会が設置された。その後16回にわたって開催された合併協議会の中で合併基本4項目のうち合併方式は新設合併、新氏名は調整士、事務所の位置は現行の茂原市役所と3つまで決定しながら具体的な合併期日を決定することができなかった。 当時の2004年9月定例議会において合併期日の度重なる継続協議に進展が見られないことを理由に全会一致で合併協議会離脱を決議。朝鮮軍主合併協議会は同年12月24日をもって廃止が決定された。2006年から2007年の合併計画1953年6月26日。 汚水が水源に流れ込んだこと、また、上水道の浄化装置が稼働しなかったことにより、水道水が汚染され、市内の約7000人に下痢に苦しんだ。後に、茂原下痢症と命名された。1954年、市主催の花火大会で、花火が市内の集山寺に落下、本堂が消失した。市議会議員による、不祥事件性国政農業投資は、農業が盛んで、 四北部、西部を中心に農地が広がっており、ほとんどが田畑で形成されている。しかし近年は従事者の高齢化や後継者不足に悩まされている。工業もばらしは南関東ガス電に含まれ、市内全域で天然ガスの掘削が行われている。また、過去には天然ガスの産出量が日本一であった。当市は第二次世界大戦後に、 利権真空間工業が日立に買収され、日立本体が進出したのを皮切りに、海軍飛行場跡地に、三井東厚化学などの天然ガスの関連企業が多く進出し、工業都市となった。一時期は、日立や東芝、パナソニックなどの日本の大手メーカーが進出する企業上下町となっていたが、2000年代に入ってからの相次ぐ撤退や、 三井科学の一部関連企業の撤退により、税収や人口が減少した。しかし近年、沢井製薬や横川ブリッジ、ジャパンディスプレイ、ジョルドなどの誘致に成功し、工業都市として回復している。本社所在上場企業主な本社所在企業主な、工場工業団地発電所もばら証券を形成する、純商業中心都市。過去には、千葉県五大証券の一つ、 もばら証券を形成しており、調整国やいすみ市、大網白里市を含んでいる。千葉県東部と千葉県南部の商業中心都市となっていた。当市の主な商業中心地は、もばら駅前と国道128号線やもばら街道沿いであり、駅前には、イオンもばら店もばら三越、もばら総合などの百貨店型施設や、中層小型ビル連立しており、道路沿いは、 大型ロードサイド店舗やモール型ショッピングセンターが立地している。主な本社所在企業百貨店大型ショッピングセンター、金融もばら市市民体育館、公立調整病院千葉県立調整高等学校、千葉県立もばら高等学校高等学校もばら駅、もばら駅前中心となる駅、もばら駅中心となるバス停留所、もばら駅高速バス路線バス安倍晋三総理大臣と、 ドナルド・トランプ大統領国、県指定及び国登録文化財一覧。ありがとうございます。